はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今日ですね、マロンのお話をしていこうと思います。今ね、ゆったりしてるので動画がちょっと撮りやすいんですけど、あれからですね、心臓病なのかアレルギーなのかどっちだろうねっていう話で、心臓がやばいのか、それともね、薬を飲む方向でいくのか、それとも薬を飲まないのか、心臓病がどうなのかっていうところまでお話ししたと思うんですが、後日ね、病院に行って、でもう一回心電図やったんですよ。そしたら、まあ、大丈夫だったんですよね。結果から言うと、心電図の結果が悪ければ薬飲む方向で行きましょうってなってたんですけど、心臓のね、心電図してみて、なんていうのかな、心電図ってこうピッピッピッってなるので、その波があるわけですよね。その波が、ここに出てないといけない波がなかったんですよ、マロンの場合で。それで、まあ、後日もう一回心電図見てやってみましょうって話だったんですが、まあ、その出てなきゃいけない波が、まあ、後日心電図した時には出てたので、まあ、一時的なやつだったのかなっていうところで、薬は飲まなくて大丈夫になりました。で、まあ、家でもすごく元気に走り回ってますし、まあ、あれからアレルギー症状みたいなのも僕もすごく気をつけていて、アレルギー、まあ、アルコールなのかな、除菌なのかな、どうなのかなっていうところですよね。まあ、そこもね、やっぱ前回の動画で話したんですけど、まあ、アルコール消毒した後にすぐ、ね、手が湿ってる状態で犬を触らないようにした方がいいねってママと話して、そこからね、僕らもちょっと気をつけるようにはしてます。なので、あれからアレルギー症状とかは出てないですし、具合が悪そうとかっていうのも特にないです。今ゆったり横になってね、爆睡してるんですけどね。エコーした感じでは、まあ、ちょっと心臓に異常があるよみたいなことは言われたんですけど、まあ、先生が言うには、もしかしたらもともとこれなのかもねみたいな、生まれつきこれでずっとこれで生きてきたんだろうねっていう可能性もあるって言われたので、で、まあ、心電図の数値も、まあ、まあまあこれなら薬飲まなくていいでしょうっていうふうに判断していただいたんで、今のところは、まあ、経過観察とまではいかないですけど、まあ順調ですよって感じで、まあ元気ですよって感じですね。すごく元気です。ご飯も食べてるし、水も飲んでくれるし、走ってくれますね。もしね、そのアルコールが原因だったっていうのもね、原因か分かんないんですけど、原因だろうなみたいな、それもね、ちょっと皆さんのね、まあお役に立てたらじゃないですけど、ちょっとまあ参考にしてもらえたらいいかなみたいな。アルコール触った手ですぐ犬を触らない方がいいですよみたいな。もしかしたらマロンはそれで倒れた可能性もあるので、まあちょっと気をつけていこうかなって感じですね。そんな感じで、マロン、今日はね、マロンは動かなかったんで動画が撮りやすかったです。そんな感じでね、元気してます。ありがとうございました。